小カルマイ城は、道の区国ぬかの部群小カルマイ村、現在の岩手県九個群カルマイ町小カルマイ大、十字割に所在した、日本の城。小カルマイ地区の中心を通り、同地区から、九時方面に通じる国道395号を九時方向に見て向かって、左手に位置する、雪ヶ谷川中石地との飛行差20メートル、標高240メートルの貸し段9面に立地する。 上域は東西80メートル南北160メートルを測り、西側は雪ヶ谷阿川に面した断球崖をなし、丘陵に連なる東側と南、北側には堀が巡っている。三段のクルワで構成され、最後部の短辺10メートル長辺40メートルの平坦面にはヤワタの祠がある。追記時期は不明だが、南部一族の小カルマイの居城とされ、 戦国時代末期には小カルマイス系門の差が居住していたとされる。なお、西方1キロメートルの丘陵には、同じく小カルマイ市の居城と考えられている、クズカと呼ばれる、居漢遺構がある。小カルマイ市は、天正19年の久ノ平マサの乱の際、雪ヶ谷川や、瀬月川流域を本拠とする諸将の多くが、久ノ平市方に加わる中、野田市、種市市とともに、 南部信直方として参戦した。しかし小カルマイ城は、旧個の乱後の天正二十年の諸城破却書状には、小カルマイ山城破傷カルマイ左衛門の佐持ち分と、あり、秀吉の一領主一条の方針もあり破却された。ありがとうございます。